6月も下旬になりました。西日本、東日本、東北地方にかけてが、梅雨の本番を迎えるということになります。向こう1週間も、梅雨空、西日本、東日本など続く予想なんですけれども、そうなってきますとですね、梅雨前線による大雨災害の季節にもなるということになります。今日はですね、その梅雨前線の大雨、注意すべき天気図などについてですね、この場でちょっとお話をしていければというふうに考えております。ではまず最初はですね、そもそも梅雨前線とは何かといったところを見ていきたいんですけれども、こちら、現在の、ひまわりの雲画像になります。このひまわりの雲画像、北半球の今広い範囲を映している状況なんですけれども、この辺りに長く雲の帯がありますね。この辺りにずっと遥か東の方まで伸びております。本当に、この大時期になって典型的な、梅雨前線の雲画像に今なっているかというふうに言えると思います。と言いますのは、梅雨前線というのはですね、こちらインド洋の北部ベンガル湾、ここの辺りで、いわゆる対流活動ですね、それが活発になる、つまり海から水蒸気が空気中に大量にこの送り込まれて始まるというのがね、梅雨前線の元々の出発点なんですよね。こちらから回ってくる大量の水蒸気、これが日本付近にも入ってきますし、太平洋の北部を、長々と東に伸びる、こういった長さ1万キロの、空の水道管といえるような、そういったものということになります。で、気圧配置的にはこちら雲のない領域ありますね。こちらが、太平洋高気圧で、太平洋高気圧は、梅雨でも早い段階、沖縄が梅雨入りする5月頃というのはもっとこう弱いです。で、弱いんで結構、南の方にあります。小笠原諸島とか沖縄方面が5月になると、この雨ね、梅雨前線などの影響で雨が降り出すんですけども、だんだんとそれが、夏に向かって勢力が強まってくる。で、この高気圧に押し上げられる形で、北上して定着してしまうと、この、西日本、東日本の大雨につながるということになります。で、ちょうどそれが、6月の、後半あたりから、7月中旬ぐらいにかけて、こういった気圧配置になるということになるんですけれども、梅雨前線ですね、大雨をもたらす厄介な存在なんですけれども、貴重な水資源にもなる、そういった性質を持っているというものになります。で、このような、梅雨前線なんですけれども、大雨とはやっぱり切って切り離せないんですね。切っても切り離せない。時期的なところでちょっと見ていきたいんですけれども、まずこちら、これ大雨の、災害の発生回数を、順ごとに見たものになります。こちら消防庁の方統計を元にしたものなんですけれども、亡くなったり怪我をされたりなど人的被害、あるいは浸水などの建物被害が出た事例のこの回数を数えています。台風によるものは含めておりません。そういった観点で見ますと、6月前半あたりまではね、これ20年の統計なんですけれども、数はやはり少ない。ただし6月の下旬あたりからだんだん増え始めて、7月の上旬に、ピークを迎えます。で、7月中旬から下旬に向かってまた減っていくんですけれども、7月の下旬まで来ますと、例年もう梅雨明けの、シーズンを迎えておりますので、災害の数自体はね、ちょっと減っていきます。ただね、大きな災害自体はまだね、時折起きるタイミングであるんですけれども、数自体は減る。で、ピークとなるのはまさにこれからですね、7月中旬にかけての、梅雨末期と呼ばれるような、そういったタイミングということになります。本当にね、今は6月、今日が24日ですけれども、これから大雨災害の季節をまさに迎えるということが、統計的な、点で見てもお分かりいただけるかというふうに思います。で、この、梅雨時期の災害、同じ梅雨でもね、この6月に比べてなぜこの7月の方が、圧倒的に災害の回数が、増えるかというところなんですけれども、これはね、さまざまな要因から見ます。そもそも梅雨前線自体が活発化して、激しい雨、大雨が、降りやすくなるというのも一つあります。そしてもう一つあるのが、これね、気づかないうちにこういったことがあるんですけれども、これね、ちょっと古いデータです。ちょうど30年前、1993年5月17日から8月31日の、鹿児島市の、降水量のデータを見たものになります。で、この年、
ご記憶の方もいらっしゃると思います。まあ、日本列島がね、いわゆる長梅雨で冷夏ですね、あの米の不作で、海外の、まあ、タイの、ね、お米を輸入するような、まあ、事態となった、米不足が非常に顕著になった年ということになります。でこの1993年5月17日というのが、まあ、九州南部の梅雨入りの日なんですけども、8月31日としているのは、ね、これ便宜上でして、この年統計開始史上初めてですね、梅雨明けがなかった年なんですね。それだけ長雨が続いた、まあ、そういった年だったんですけれども、この鹿児島市を代表にしているのはね、この年鹿児島県では大変大きな災害が相次いで起きました。でこの図はね、水色の線が1日の降水量です。で右側のこの数字ですね、で赤い、折れ線がトータルの雨量、これが左側のものになります。でどん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 雨量がね、季節が進みにつれて増しているというのがお分かりいただけると思うんですけども、星印はね、何を意味するかというと、これはね、あの複数の方が亡くなるような大変大きな災害が起きた日を表しているんですね。これ鹿児島県を対象にしています。これを見て思うのはね、この年、まあ、早い梅雨入りでした。で強い雨はもう6月中から立て続けに来ていたんですよ。まあ、1日の降水量が100ミリ前後に達するような日がね、6月はもう相次いで起きていたんですが、6月中はねこれだけ降っても大きな災害の発生はなかったんです。もう連日降っているますけれどもね、なかった。ただし7月に入ると状況が一変します。まあ、7月に入りますとね、1日あたりの雨量が150ミリ以上の日が出てきたり、したんですけれども、これまず最初7月の7日鹿児島県内でですね、大変大きな土砂災害が起きております。でこの土砂災害というのは、もちろんその日に降った雨というのも多かったんですけども、まあね、その前に降った雨の量、これが非常に多い。それがね、積み重なってこの7月7日の大雨が災害を引き起こしたということが言えます。でその後一旦ちょっと小康状態になるんですよ、7月で。降らない日もね、結構出てきたんですけども、7月の、ね、31日頃からまた状況が一転します。もう立て続けに大きな災害が起きました。でこの時も日200ミリから250ミリといったような、まあ、大雨だった、大変な大雨だったんですけども、やっぱりですね、この辺りのいわゆる先行雨量ですね、これが非常に多かった。これも大きく影響しているかというふうに思います。まあ、7月鹿児島市の降水量は、ね、1000ミリを超えたんですけども、そういった大変な大雨、地盤が緩んでいるところにまた次の雨が来て大きな災害を引き起こす。つまりですね、梅雨末期というのはそれまでに降った雨の量が地面の中に残っている、まあ、その残っているところにまた雨が降ってくる、そういったことを繰り返すことで災害の規模がね、どんどん大きくなるっていうパターンがよく見受けられます。まあ、そのあたりはね、これからの怖いところということが一つ言えるかと思います。でもう一つあるのがですね、こちら、これ何の図かと言いますと、これはね、豪雨発生時の梅雨前線の位置を見たものになるんですね。これまでは沖縄付近、奄美付近に、まあ、時期的に梅雨前線があるんですけれども、この後、まあ、時期的に大きく北上していきます。奄美や沖縄は梅雨明けすると、西東日本東北の梅雨本番というのはね、まさに前線が停滞するっていうのが、その、まあ、意味合いになってくるんですけれども、このね、前線の位置というのは大雨と結構大きな関連性があるということになります。でご覧の通りね、この日付と時刻書いてありますけれども、これね、最近10年ぐらいの間で気象庁が、この梅雨前線の大雨に対して名称をつけた事例 を、まあ、ピックアップしたものなんですね。2012年7月ですと、これ九州北部豪雨ですとか、18年7月6日はね、気象庁は平成30年7月豪雨と言っておりましたけれども、いわゆる西日本豪雨、記録的豪雨となって大災害となった事例です。あとはその82年7月23日これはね、長崎豪雨と呼ばれるものですね。1時間雨量187ミリという、いまだに日本記録を、この引き起こした、まあ、そういった、まあ、大変な大雨をがあって大変大きな被害が長崎県で出た事例なんですけれども、この図で言えるのはね、前線付近とその南側に入った時、それぞれのエリアで大変な大きな被害が起きる、そういった大雨になるパターンが結構多いんですよ。で、まあ、12年7月、これはね、九州で降った雨ですね。で
20年7月、これも九州です。この辺りで、17年7月5日、これは福岡県で大雨になった事例ですね。このオレンジの線が17年事例ですけども、福岡県前線のすぐ南でした。で18年7月の豪雨、西日本豪雨は広島県などで大変な大雨となりましたけれども、これは、ね、前線付近で、長崎豪雨も前線付近、前線の近くとその南側に入った時というのはとりわけ大雨になりやすい、こういった傾向があります。まあ、典型事例、これが2018年7月6日西日本豪雨が起きた時の広島で雨のピークを迎えてたタイミングです。ご覧の通りですね、まあ、前線に沿うような形で非常に活発な雨雲が連なっております。この結果、まあ、大災害ですね、亡くなった方だけでも230人以上に達するような大災害をまあ引き起こしたんですけれども、これ前線の近くの大雨で、これがね、2020年7月の4日です。熊本県の、芦北地方を中心に、まあ、記録的豪雨となって、まあ、いわゆる線状降水帯が発生しました。まあ、今ね、線状降水帯が発生した時は気象庁、顕著な大雨に関する情報というのを発表しますけれども、まあ、その発表の、まあ、きっかけとなった、大災害だったんですよ。まあ、これ令和2年7月豪雨と呼ばれるものですね。この時もね、前線の南側線状降水帯発生をしております。で、線状降水帯の梅雨前線の南側に入った時、梅雨前線の南側に入った時というのはこういったね、線状降水帯がね、出やすい。で、なぜかというと、これちょっと、ね、模式図なんです。これ梅雨前線で、梅雨前線というのは、いろんな風がね、南からこう集まっています。で、まあ、これはね、本当に、まあ、一例ですけれども、太平洋高気圧を回る暖湿流で、大陸から入ってくる西寄りの風、暖湿流、これがね、ぶつかったところ、これね、多いのがね、やっぱ九州付近、西日本付近がね、このパターン多いんですよ。で、これはね、これ気圧配置的な条件っていうのが絡んでるんですけれども、こういった風がぶつかってくる、集まってくる、多量の水蒸気がどん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 補給されて、その集まった先、ぶつかった先で雨雲が大きく発達するっていうことがね、あるんです。これが先ほどのね、熊本の事例であったような線状降水帯の原因になります。まあ、こういった風のぶつかりに上空にね、寒気が入ってくるような時というのをよりね、状況を悪化させることになります。まあ、それはね、もうその時々で、まあ、ちょっと状況を見ていく必要があるんですけれども、まあ、前線の南側で湿った空気が集まる時、これはね、天気図的に非常に危ないというふうにお考えいただきたいというふうに思います。で、こういった梅雨前線に風が入るっていうのはね、一つあるんですけども、もう一つね、注意すべき天気図あります。これは今年のね、6月頭、これ2日のね、12時の雲画像なんですけども、これはね、もうご記憶に新しいところではあるんですけれども、台風2号がありました。で、台風2号があって、この時はまだ東日本はね、梅雨入りしてませんでしたけれども、台風を回る湿った空気、これがね、どん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 前線に向かって供給をされまして、静岡ですとか、あとは関東も埼玉などね、記録的豪雨になりましたね。和歌山とか四国、愛媛などでも豪雨に見舞われた事例なんですけれども、こういったね、台風が絡んだ時、これもね、怖いんです。台風は、ま、弱くても強くても、ここはね、あまり関係ない。つまりね、熱帯の気団を持っておりますから、それが送り込まれてしまいますと、やはりね、それだけでも雲が発達をするということになるんですね。で、大体ね、言われるのは、これ秋のね、秋雨前線もそうなんですけれども、大体ね、言われるのはもうこの図でいくとね、もう入らないところ、北緯20度ぐらいにから北にもう台風がね、入ってくるようですと、日本列島前線がもしあった場合は、湿った空気を送り込んで、大雨をもたらすような、パターンというのが出てきます。まあ、北緯20度というとね、沖縄の先島諸島よりもまだ南に位置しているような段階です。まあ、それぐらい離れたところでも、湿った空気を前線に向かって、まあ、大量に送り込んでくると、まあね、大雨の恐れがあります。今年の6月頭の事例は、台風2号と前線が、合わさって、まあ、大変な、まあ、大雨になったんですけれども、
今年に関してはね、もうこの早い時期から、まあ、大雨が始まっている状況とこういうことになります。でここでね、怖いのはね、先ほどお話したところですね、話ちょっと戻るんですけども、この先行降雨が多いということは、その後降ってくる大雨に対してより脆弱ですということになります。今年の6月、この1ヶ月ぐらいは全国的に見ても、ね、非常に平年を上回る雨量になっておりまして、潜在的なところでね、すでに地盤が緩んでいる可能性があります。でこれから7月の後半に向かって梅雨本番を迎えるにあたっては、ね、これまで以上に、今まで以上に、まあ、雨に対する注意というのをね、する必要があるかというふうに思います。まあ、こういった点はね、最新の日々の気象状況など、まあ、ご確認いただいた上で、まあ、大雨の備えを続けていただきたいというふうに思います。はい。まあ、というわけでですね、今日は、まあ、梅雨、梅雨前線の大雨とその天気図、気象条件などについてですね、注意すべきものについてお話をさせていただきました。